はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は采配ズバリ若手躍動高畑だ弓場だということでございまして、大分千葉千葉大分のマッチレビューの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、すんばらしいゲームでございましたね。まあちょっと後半途中はヒヤヒヤした感じもあったんですけれども、しかしまあ結果としては0対3、3対0、まあ勝利ということになりました。まあこれ後から話していくんで先に話しすぎてしまうとあれなんですけど、いや本当出番のなかった選手、少なかった選手がしっかりこの試合でアピールした、あの下平監督の前、人生変えてこいみたいな、人生を変えるみたいなね、そういう言葉に奮起した選手たちがこの試合見せてくれましたね。本当こういう若手ね、若い子たちの活躍というのはおじさん好きですよという話でございました。早速やっていきましょう。ということで、こちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの関連、 J リーグ関連の話を上げております。そしてサブチャンネル、あと90人ぐらいで、チャンネルと90人ぐらいでですね、1000人行こうとしております。本当あと少しでチャンネルとサブチャンネルも1000人行こうとしております。よかったらサブチャンネルの方も動画概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、もう結果からいきましょう。結果こちら、0対3、まあ3対0大分カースの3対0でございますけれども、勝利ということになりました。まあ決めたのが高畑、下田北斗、藤本ということでね、まあ高畑のミドルシュートが決まり、あの本当吸い込まれていく、ゴールに吸い込まれていくっていう感じで、入っていたゴールでございますけれど、その高畑のミドルシュート、そして下田のビューティフルフリーキックゴールということで、そして藤本のショートカウンター、本当多種多様な形で点を取ることができたという話でございます。まあこの3得点、しかもこれ3点とも違う選手っていうのもまたいいですね。これなんかこう毎回言ってることであるんですけれどもね、同じ選手がハットトリックっていうのもね、3得点取るっていうのももちろんこれはいいんですけど、なんか個人的にはこうね、3得点とか4得点入った試合というのはそれぞれ違う選手が取ればそれなんかチームの調子いいんじゃねえかっていう感じで僕捉えるんでね、まあ0対3、3対0、この3得点全部違う選手がしかもいろんな形で点を取れたこと、これは非常に大分としてはチームからしたら相当いいんじゃないかと思っておりますけどもね。はい、そしてここで両チーム、前回スターティングメンバーですね、スターティングメンバーで伊佐選手が先発、伊佐選手聞いてましたね。やっぱこの伊佐選手、あのポストワークうまい。本当こう伊佐選手って別に高さはないんですけども、こう胸で落とすとか、そのなんかそこなんていうのかおしゃれな感じ、僕は好きですけどもね。そしてエドワルドネットがボランチ、そして弓場、この弓場が良かったですね。このまあ後から話すんであんまり話しすぎるとあれなんですけどもね。そして下田フトが左サイドハーフで先発になりましたね。まあこの辺も良かったです。千葉でいうとレオンゾ選手がこのペレイラとのこの空中戦で結構勝っていたんですね。序盤特に前半ね、このペレイラ vs レオンソンのところ、まあ、負けていた、あのペレイラが空中戦で負けんのかっていう感じで、まあいいするぐらいですね、ちょっと脅威ではあったんですけど、千葉としてはこのレオンソン選手が空中戦で勝った後、その後二次攻撃なかなかね続けることができなかったのはちょっと痛かったのかなっていう感じが、まあ意識しておりますけれども、そしてまあディフェンス陣なんだかんだ頑張ってくれました。本当守備のとこ、無失点クリーンシート抑えてくれて、これ本当良かったんじゃないかと思ってますけれどもね。はい、そして前半レビューということで、まあ、前半はね動きがあった大分のスタメンという話でございます。5人入れ替えがありました。本当にね、あこんな変えるか、まあ、連戦ということもあって多少メンバーは変えてくると思ったんですけども、まあ、半数近く入れ替えがあったという話でございますね。そして弓輪選手良かったですね。本当さ何回も言ってますけどもね、先制ゴールの高畑選手ですけど、まあ、高畑選手のゴールからですけどもね、あそこで左足振り向く、まあ、大分で初ゴールとなりましたね。鳥取ですかね、鳥取時代はプロ初ゴール上げている J3 の時代にゴール上げているんですけども、大分に来てからてか大分に戻ってきてから初ゴールっていう話でございまして、まあ本当美しい、本当にゴールに吸い込まれていくっていうゴールでございました。本当素晴らしいゴールでございました。本当サイドバックの選手があそこでシュートを打つとチーム全体としてもこれ押し上げる、ラインを押し上げることができるので本当いいですよね。そしてあと弓場選手ですね、僕あの弓場選手ですね、初めて多分見たのかな、あんまりね、こう、記憶にないというかね、本当申し訳ないんですけどもね、いや、よかったっていうか、あれが良かった、姿勢が良かった、これ僕ね、試合中にツイートしたんですけどもね、思わずツイッターの方でツイートしてしまったんですけど、弓場選手ね、なんて言うんですか、姿勢がいいというか、ボール持ってる時の姿勢と視線がいいですね。なんかこう、たまにサッカー選手って、こう、その姿勢どうなのみたいな、それで視野取れんのかっていうね、なんか選手がいたりとかするんですけど、なんかこう弓場選手のこのボールの
持ち方とか、ボール持った時のこの視線、目の、ね、やりどことか相当いいんじゃないかって、なんか僕のこれ直感ですよ。これ簡単な、完全に僕の直感ではあるんですけれどもね、なんか弓場選手の姿勢が好きでね、僕本当良かったですね。多分あの姿勢はこの視野の確保とかしやすいんじゃないですか。このピッて立っていてね、姿勢が本当良かったですね。まあ姿勢だけじゃないんですけれどもね、あの本当ポジショニングも良かったですしね、あとこの降りてくるタイミングとか、この横にずれて、まあ、受けるタイミングとか、これ非常に良かったですし、あと切り替え本当姿勢が良かった。もう姿勢っても何回も書いてますけどね、あと切り替え本当この守備のところの切り替え、まあボールダッシュのところもそうですけれどもね、本当一人で完全なトランジションやってのけましたね。まあ本当こんなね、弓場選手みたいな選手が出てくると433とかもう一回見てみたいな感じがします。433とか343とか、ちょっと中盤に厚み持たせるね、このオプションがあってもいいのかな。まあ、開幕当初は433でやっていたんですけどもね、ちょっとエドワードネットと下田北斗、そして弓場選手のこのね3ボランチっていうか、まあ433の形とか343とかもいいかもしれませんね。343、まあ、トップ下に野村選手置いて、でそのちょっと後ろ 1.5、まあそのちょっと後ろの脇のところを、この下田北斗とか弓場選手、もしくはエドワードネットで固めるとかね、そういうのも面白いなって感じが僕は、したんですけどもね、本当弓場選手のこの台頭というのはチームのこれね、レギュラー争いのとこ相当これ熱くなるんじゃないですかね。まあ羽田選手もボランチのとこ、センターバック兼ボランチで羽田選手もいるわけですしね、ここは相当面白い、ね、争い今後、繰り広げられるんじゃないか。この弓場選手の存在、台頭本当面白いですね。そして、まあ、あとねゴールに吸い込む前高畑の、これも話したのいいです。ちょっと話しすぎた感じがあるんですけど、本当美しいゴールでございましたね。はい、そして後半ですね。後半を見ていくと、まあ、後半の序盤は本当両者探り合いでしたね。こうお互いともボール運ぶんだけども、なかなかうまい形でシュートまで終えれなかったりとか、なんか変な形でボールロストしてしまうシーンとかもあって、まあこれね、千葉でいうと三木選手のシュートが結構惜しかった感じがするんですけど、なんかこううまいことお互い言ってない。まあこれ大分がリードしているんで、結構気持ちの面ではね、ゲームは進みやすかったと思うんですけども、それにしてちょっと両者やりづらさというか、こう探り合ってる感じで、どうやって攻略していこうみたいな、そこのまあ前半のお互いのこれ課題というのが結構修正されたんじゃないですかね。こう前半うまくいかなかったこととか、なんかこうやられてるなってとこをしっかり修正することができた。これは両チームのベンチワークが非常に良かったんじゃないですかね。だからこう探り合いって書いてますけれどもね、これだからレベルの高いところですね、ベンチワークっていうのでですね、本当ね改善修正してきた後半だったんじゃないかと思いますね。であとはですね、まあ大分のがやっぱテンポよく複数人が絡んでゴールに迫る、そ3人目ですね。やっぱりサッカーって最近3人目の動きとかよく言いますけれどもね、これだから大分でサイドバックの選手、まあ、高畑選手が非常に良かった。これ高畑選手のポジション取りも非常に良かったですね。後半前半はこれねミドルシュートを一発決めた高畑選手ですけど、後半もこれ攻撃の時ですね、テンポよくボール回す時にしっかり3人目としてそこにいてくれる、しっかりこれフリースペースに顔出すことができていたんで、これ高畑選手の顔出すタイミングとか抜群に良かったんじゃないですかね。まあ、後半別にこうアシストとか決めたわけではないんですけどもね、このポジション取りという意味の高畑選手はいいところに僕はいたと思いますね。であとは守備のところ、本当最後のところよく粘ってくれましたね。まあまさかサウダーニャまで出てくるとこはって感じがしましたけれどもね、本当にねちょっとやりづらさとあったと思います。やっぱこうね、別にこれペレラ選手が本当この試合ちょっと空中戦での勝率があまり良くなかった、多分全体としては悪くはないと思うんですけど、ただこういつものペレラ選手と比べるとですけどもね、ちょっとこう相手が先に触るシーンとか多かったんで、そこはやっぱ高さという面ではちょっと不安はあったんですけれどもね、まあサウダーニャでレオンソ選手がいてとかね、あった中でしっかり最後をね、まあ、完封することが、できたんで、本当粘りのとこ見せてくれたんじゃないかですかね。そしてあとはね、追加で下田北斗選手が試合を決めましたね。あのフリーキック本当ビューティフルゴールでございました。あの岩手戦ですかねに続いてのゴールということでね、あのやっぱり僕のゴールポストとかに当たってこう跳ね返って入るみたいな、ちょっと今米が炊けましたね、これ音声入っていたら申し訳ないんですけど、今、僕の炊飯器の音がですね、終わったよっちゅう、あの炊けたよっちゅうことを教えてくれたわけでございますけど、まあ、それはいいんですけどもね、いやでも本当下田北斗のフリーキックはやっぱ美しかったですね。まあ、その一もうその何分か前にも外してはいるんですけれどもね、まあ、あれがちょっと伏線になったのかな、まあ、あれでちょっと感覚つかんだか分かりませんけど、いや本当美しいゴールでございましたね。で下田北斗のゴールが決まっても、僕はもうよし風呂に入ろう、もうこれ風呂に入って、ゆっくりしようと思ったらですね、ここで仕上げは藤本選手が決めるんですね。あそこのショートカウンター、藤本選手はこれ、リーグ戦初ゴールということで本当おめでとうございます。いやあそこしっかり、決めてくれましたね。あのやっぱショートカウンターって見てて気持ちいいですね。これポゼッションサッカーっていうのももちろん見ていて面白いんですけれどもね、これやっぱサッカーで一番盛り上がるし
シーンでカウンターのシーンと僕は、思っているんでね。ちゅうのであの藤本選手最後までこれ、集中力切らさなかったの絶対こんだけ、若手の選手他の選手、まあ、藤本選手も若手ですけれどもね、他の選手普段出番がない選手が、活躍している中で自分も何か、傷跡残してやろうという、感じだったんじゃないですかね。あそこしっかり最後まで集中してましたね。ただちょっと守備あの千葉の守備のところちょっと問題があったと思うんですけれども、そこ藤本選手がショートカウンターで決める、あのコースも良かった、コースもスピードも、抜群に良かったんですけれどもね、ちゅうのがあってやっぱ藤本あそこだからね、あれ場面としてはもしかしたらパスを選択しても良かったのかなって思ったんですけど、良かったのかなってちょっと語弊があるか、あの良かったっていうか多分もしかしたら例えばですけども、この試合が0対0ね、全く同じシーン0対0でこの試合が進んでいて、で藤本選手が全く同じようにショートカウンター仕掛けても、あそこもし0対0とかでゲームが進んでいたら最後パスを選択して確実に味方が決めれるような感じにする可能性もあるという、そういうシーンですよ。だからあそこだから0対2、まあ、2点リードしているからこそ藤本選手を、まあ、気持ちリラックスしてシュートを打つことができたっていうのがやっぱりあります。だからサッカーってそういうのがだから難しいところであって、あのね本当あの場面が0対0の同点とか、もしかしたら大分が千葉にリード許している展開であれば、藤本選手がじゃあシュートまで行ったかとか、ね、他の選手がこれパス要求してそこに出してしまって外してしまうみたいなことも結構あるんで、まだ藤本選手も2点リードした場面でっていうか、まあ2点リードした場面でああいうシーンを迎えることができたんで、まあ本当プレッシャーなくうまく決めることができたんじゃないか、それやっぱチーム全体としてしっかりやってきたご褒美じゃないですけれどもね、ちゅうのが僕はあると思うんでね、あれ本当ある意味チーム全体で取ったというか、チーム全体でこの試合いい流れを作ったからこそ、あそこしっかりシュートで終わることができ決まったっていう藤本選手の見事なゴールだったんじゃないかと思うわけでございますね。であとはもう試合のまとめになってきますけれどもね、本当大分はここまで出番の少なかった選手が躍動してくれました。まあ、出番の少ないといっても下田北斗とかね、そういうしっかりしたベテラン選手、まあそういうまあプレーと背中で見せる選手がしっかり活躍してくれたのも相当大きいと思いますしね、ここからまあ大分も連戦、厳しい連戦がちょっと続いていくということでね、本当こういう選手層の厚さというか、まあこういう出番が少ないとか時間が少ない、まあ本当時間が少ない藤本選手のように短い時間でも結果残せる、そういうことを証明してくれた選手が出てきたんでね、これはベンチのフォワード争い相当面白くなるんじゃないですか。例えば今回長澤選手がベンチ外であったんですけども、例えば小屋と長澤が2トップとか、小屋長澤伊佐がまあ2トップとか、この辺多分組んでくると思います。まあ小屋、まあメインは小屋選手で、まあ相方に長澤伊佐とか、そんな感じになっていくと思うんですけど、この3人の主軸フォワード、そこにですね宇都本がいたりとか、藤本がいたりとかね、まあベンチのフォワードの枠って多分2トップなんで1枚とか2枚になっていくと思うんですけれどもね、まあこんなにいい選手誰かがまあベンチ外になってしまうみたいな、展開も今後あると思うんでね、ここの争い、まあボランチのとこまでユミバ選手が出てたっていう話でございまして、まあ、このボランチ あの争いも相当激しくなるんですけど、まあ、これベンチ入りも含めた争いというのも結構面白くなってくるんじゃないかと思うんですが、今後注目して見ていこうと思ってますけどもね、はい。ということで、になりますね。以上、パルプンテージェルサッカーチャンネルの筒の方、チャンネル登録します。さら。喜ぶよ。